こんにちは、ハワイ島のコナです、今日はですね、コナのめっちゃ中心にあります、カイルアビレッジというところに来ています。こちらワンベッドのコンドのご紹介です。入ってすぐはキッチンですね。大型の冷蔵庫、これこれ給水器付きのやつ。キッチン綺麗に可愛らしくリノベされています。ここは、アクティブな非常に人気のある、バケレンです、バケーションレンタルとして今も稼働しているので、インテリアもとっても可愛らしくなってますね。綺麗にリノベされています。可愛いです。今日ちょっとあいにくの天気なんですけれども、このウッドのカウンターもいい感じですね。玄関の横にあのように、収納があります。このビーチのサインも可愛いですね。この建物は珍しく7階建てなんですよ。こちら物件は2階部分です。ウッドのフローリング調、こちらも新しくなってますね。こちらがリビングエリアです。あちらが入り口と、キッチン。あの奥はバスルームでしょうね。ちょっとハワイであるあるなんですけど、この和風なちょっと障子風。こちら、全て家具付きでの販売になります。建物はおよそ60平米あります。ラナイこんな感じですね。ちょっと細かいところが可愛いです。いやん、これ晴れてたらもうちょっといいと思うんですけど、一応オーシャンビューです。あとね、お庭がこうあって、ワンニャンも、蚊なんですよ。許可申請で、ペットを飼うこともできます。ワンちゃんなんかお散歩できますね。ちょっとこれもおしゃれじゃないですか。スイングングチェア、すべてこういったものが、販売に含まれています。いい感じですよね。そしてこちらがベッドルームです。とってもスタイリッシュにこうモダンに作られていますね。こういった家具が全部含まれているのはとってもいいですね。あ、私これ同じの持ってる。もうちょっと高いフロアだとね、さらにビューがいいんですけれども、それでも十分、まあ一応オーシャンビューです。こちらに、収納があって、床はずっとこのように、フローリング調。壁も綺麗に塗り替えられてますね。バスルームはこのようにタイル張りになっています。あ、バニティもとっても可愛い、新しくなってますね。とっても綺麗です。1972年築、築50年ちょうどにはちょっと見えないですね。綺麗にリノベーションされてます。さすがバケレン。あ、この波がちょっとおしゃれじゃないですか。シャワーと、スタブもこちらついています。はい、こちらですね、コナの本当アリードライブから一本奥、カイルアビレッジというコナには珍しい7階建ての、まあ本当マンションという感じですね。こちらの2階の物件なんですが、バケレンができます。そして全て家具付きでの販売になります。
お値段も魅力的なんです、コナでは今魅力的です。$425,000、日本円でそれでも高いですけれどもね、およそ5300万円での販売です。